獅子舞と借境。織口忍。能楽の獅子舞には、本式に、赤頭に獅子口の表をつけて出る借経と、望月や内友でのように、仮面の代わりに扇を担ぎ、赤頭をつけるのとがある。現実の獅子として出てくるのが借経で、獅子芸で世を渡る芸能者の役を務める場合、 扇をつけけて出るるわけなのである小沢行部、伊勢の神主などは、望まれて世間の獅子芸能を舞うのである。江戸時代の歌舞伎所作ごとの獅子舞で、借景写しでありながら、扇にボタンをつけ、赤頭で舞ったものの多いのは、見当違いである。本業らしく仕立て直した連獅氏鏡獅子の類は、 借教者らしい姿に帰ったわけである。だが、借教は八碧半切りなどいう姿で、首から下は全くの人である。だが、能楽以前は借教系統の獅子舞があったとすれば、おそらく胴体も四つ足も、やはり獣類の姿を模したものだったろう。能の獅子へ来る一つ前の形は、延年前の中にあったのではなかろうか。 主公の借境に並行しているのは、延年古風流の、昭明寺、少陵仙に猛ずることという曲である。欧州での僧一人、昭明研究のために都へ登る。また一人の僧、これと道で会う。その志を聞いて、それならいっそう本元の唐土の五代山、少陵山へ渡った方がよいという。 欧州の宗なるほど昔弱小奉仕大江貞元もその山へ参詣して主樹不思議を見たと聞いている案内してくれ音もしようと言い出すやがて少量戦に達するここは文殊の浄土だ奉納を唱え記念せよという昭華はるかに聞こえそうろう運の上これは 聖寺の来号か、目の当たりなる既得かな、とある。弱小の作と言われた詩の一部だが、借教の中入り前にも、これに似た文がある。能なら、のちじてという風で、そこへ文樹菩薩、獅子に乗って、教授、二人を従えて出る。汝らの志にめでて現れ、称名の秘曲を授けたまう、という。旅の僧、 このついでに極楽の下部の曲を見せたまえと願う。心安いこと、それでは見せてやろうと言って、林になる。霊禅を弔うという曲ばかり多い、延年舞のことだから、この他にも弱小胞子が少量戦で不思議を見たことを作ったものがあったことは、想像して不都合でない。天台山の借境を見て記録を作ったのは、常心立志だったのだが、 それを延年を作った何寺かの僧がいろいろな点で錯覚を交えたものだろう延年前には不竜の数着物をした動物類が活躍するので右の文字菩薩を見てきた獅子が大いに狂う打談があったものと思われる借教の方でも愛狂言の仙人を入って後して連れで文字と獅子とが現れてよいはずだが いつの間にか獅子だけが働くことになったのである。しばらく待たせたまえや、用語の時節も今、幾ほど世も過ぎじという語は、煎じ手の語が字に振り変わったのである。歌い字よりも、むしろ愛狂言に惹かれて、獅子の出る形になっている。借教の純道な解釈からすれば、獅子が文字の化身ということになりそうだ。 文菩薩であってこそ、獅子の座にこそ治りけれが適切なので、獅子が獅子の座に治ったのでは、変哲もないしゃれにもならぬ文章になる。しかし、おそらく今日では、もうそうした変化の跡をたどることのできる資料は残っていないで、かえって、後じての輝くような獅子の姿が、目に妥当性を持って動かすことができなくなった。脳自身にも 借教系統以外の民族舞踊式の獅子のあったことを示している。歌舞伎の獅子舞も本流は借教から出たように見えるのもそう見せただけのことである。お獅子、目獅子のつがい、つがい、獅子、それに絡む焼き餅獅子とでも言うべき二人立ての獅子、三人立ての獅子といった形の借教様式を流し込んだものが多かった。 上型歌舞伎の立役の獅子舞から分かれて、江戸へ流れ込んだ女型の踊りの獅子は、一時期も二時期も隠することになった。瀬川菊之丞の相生獅子、風流相生獅子は、名でもわかるようにつがい獅子であって、両腕で使うたメスの手獅子であり、現に江戸下り以前は万獅子といったようだ。菊之丞の第二曲は、 花草獅子通称枕獅子でその名を取ったのが中村富十郎の花房執着獅子だったのであるもともと借教から出たものではないこの系統の獅子が踊りには多かったその他に大神楽・革命獅子を取り込んだ鞍馬獅子・革命の一人獅子清井獅子のような二人立ちがあり三人借教の類は三人立ちである これらは皆、借境ができる前から、すでにその種は用意せられていたのである。